はい、どうも皆さんこんにちは、マカベイです。マカベイの米株取引というブログを書いていてアメリカの投資家ジムクレーマーをフォローしています。10月7日木曜日のマットマネーですけども、いやこの日ね、上がった日になりましたよね。ダウはプラス 0.98%、 SP500 はプラス 0.83%、 ナスダックはプラス 1.05%。 まあね、後半ね結構ね全部垂れてきたんですけども、でもまあプラスの日になりましたよね。俯瞰で見るとね、これ SPY ですけども、まあ先週ねドーン下がった週になって、今週ムニャムニャしてようやくちょっと抜け出たみたいな、そんな感じになってますよね。で、個人的にはね、僕ね SPY のプットまだ持ってて、まだ下あるんじゃないかなって思ってるんですけども、で、そういう意味では木曜日ね結構意外だったんで、このね強さが、ジムクレーマー何言うのかなっていうの楽しみにしてたんですよね。こっからこのままいい感じでいくのか、やっぱり下なのか、これどっちなのか言うのかなと思って楽しみにしてたら、まあマットマネーね、別にそういう話はなかったんですよ。いつもやってるねマットマネーのオープニングセクション、まあ今まで、ね、ずーっと言ってたことのねなんか繰り返しだったんですよね。で、今回ねちょっとねここはねサクサク飛ばそうと思うんですけども、ジムクレーマーねこれ何言ってたかっていうと、やっぱねコービットが全ての元凶だと、そういう話してたんですよね。もうここのところ本当ね聞き飽きてますよね。本当ミニにタコができてますよ。まさしさんですよ。サプライチェーン問題あるよなと、半導体不足あるよなと、車の価格上がってたり他の全部の価格上がってるよなと、インフレ加熱してる、それ心配だよな。で、時給も全部上がってる。で、これをね、パウエルのせいだと、フェッドのパウエル議長のせいだと言う人いるんだけども、本当にそうかってジムクレーマーね、通ってるんですよね。例えば家の価格とか車の価格とか上がってるけども、これ、ね、パウエル議長が例えば金利上げたら、その価格上昇止まんのかと、そうじゃないだろうとジムクレーマー言ってるんですよね。これもね、おなじみのことですよね。みんなね、ハト派に見えるパウエル議長。悪い悪いと言うけども、今の状況において。パウエル議長ね、インフレの加熱の先般とまで言う人いるけども。そうじゃないだろうと。だって金利上げだってサプライチェーン問題とか治んないんじゃないかって言ってるんですよね。だからね、ジムクレーマーずーっと言ってるパウエルさんのね、擁護の回だったですよ。で、確かにパウエルさん、インフレは一時的だと言ってて、多分当初考えてたよりも一時的じゃないかもしれないけども。ただやっぱね、労働者不足の問題とかも、なんでそうなるかっていうと、みんな病気が怖いからだと。もうね、70万人死んでるんだぞって言ってるんですよね。だから怖い人がいて当たり前じゃないかと。仕事行きたくない。もしくは家族に仕事行ってほしくない。たとえワクチンができても、治療法ができても、人が死に続けてることは確かなんだから。だからジムクレーマーね、金曜日の雇用統計の数字とかすごい注目されてて、それでまたフェッドどうなるかって注目されてるけども、元凶はコービットなんだって言ってるんですよね。コービットで人々の生活は変わったんだと。で、それが今のいろんな問題につながってインフレを加熱させてる。コービットを撲滅することがそれを解決するんだと。フェッドが金利上げたからってどうなるもんでもないと。そう改めて言ってる回だったんですよね。まあ今までね何回かいろんなことを言ってきてる。それの積み重ねのような、今の状況を確認してね、やっぱりこうだよなと、そういうような回だったんですよ。で、まあね、この回はざっくりいくとして、ちょっとこの10月7日の水曜日、引き続きのセクションでね、この企業についてやってることがあったんで、引き続きやりたいと思うんですけども、ニューコアですよ。ニューコア。スティールメーカーですよね。で、このニューコアについては、1日前の10月6日水曜日に、ジムクレーマーの CNBC インベスタークラブのね、これね、メーリングリストですけども、これね、メールアド登録したらメール来るやつですよ。フリーなんでね、ぜひね、皆さんやられたらいいと思うんですけども、水曜日に、このメーリングリストでね、ニューコアのことを言及してて、で、なぜならば、水曜日これがあったからですよね。ゴールドマンが、US スティールとニューコアをダウングレードしたんですよ。で、スティールプライスが、もうちょっとしたら落ちるかもしれないからってことですよね。で、ゴールドマン何言ってるかっていうと、もうファンダメンタルはもう株価の中でもう全部織り込まれてるんだと。で、スティール価格落ちるから、株価落ちるんじゃないかって言ってるわけですよ。で、ジムクレーマーね、この株って、ちょっと前まで120ドル超えてたのに。だけど今90ドルだ、中盤で。もう結構下がってんのに、ここに来てダウングレードして。このダウングレード、株価どこに持っていくと言うんだって言ってるんですよね。もうだいぶ下がってんのにって言ってるんですよ。でね、株価こうなんですけども。で、そうなんですよね。一時期130近くまで行って、ここの上がりとかあれですよね。インフラ投資法案うんぬんだったですよね。で、ここまで行ってからのドーンって今下がってるところなんですけども。で、一応水曜日は、このダウングレード受けて、またダーン下がったんですよね。で、木曜日戻してますけども。で、ジムクレーマー、自分のファンドでは、ニューコア、大きなポジション持ってるんだって言ってるんですよね。だからね、こうやってね、ダウングレードがあって株価ドーン下がった。ここは自分の考え言わなきゃいけないと。で、そのメールで言ってたのは、ニューコアは、スチール業界の中でベストな会社のままだと。で、ゴールマン、まあ、ダウングレードしたっていうのは、買いからニュートラルへダウングレードして。で、プライスターゲットね、108ドルなんですよ。もうたったここですよ。ジムクレーマー安すぎるって言ってるんですよね。で、とにかくニューコアはベストなんだと。で、ベストの会社っていうのはね、どういうこと言うのかっていうと、まずその業界のリーダーで、そのマーケットのシェアをね、すごい持ってて、それを伸ばしてて、信頼できる経営陣で。で、長い成功のトラックレコードがあって、フォワードシンカーで未来にね、ちゃんとした目標を掲げて、逆算的に動いてて、で、製品とかサービスが常に最先端を行ってる。
こういう会社がベストの会社だって言ってるんですよね。で、ニューコはそういう会社で、しかも株主に報いようとしてる会社だと、ジム・クレイマーね、アナリストがスティール価格落ちるんじゃないかと予想してる。そこのところは理解できるって言ってるんですよね。だからちょっとね、短期的な視野なんじゃないかと。長期的に考えてみるよと。例えば、スティールいっぱい使うのは車業界だと。でね、今半導体不足で新車思うように作れてないんだけども、これがね、来年の2022年とか、下手したら2023年にずれ込むかもしれないけども、半導体不足解消された時に、またね、バカバカ新車台数伸びてきて、いるのはなんだと、スティールじゃないかって言ってるんですよね。で、エネルギーはどうだと、石油価格、ガス価格、どんどん上がってるじゃないかと、採掘増やす時にいるのは何か、スティールじゃないかって言ってるんですよ。で、実際スティールっていうのは全てのものにいるじゃないかと。で、あとね、ニューコアの経営陣、彼らのコミットメントとして、少なくとも利益の 40% は株主に返すと、そういうコミットメントあるんだと。で、今ニューコアは記録的な利益上げてて、で、巨大な自社株買いプログラムとか、あと配当を通じてそれが株主に返ってきてる。で、ジム・クレイマー、自分たちのファンドね、ニューコアすごい持ってるんだけども、前回買ったのは7月の80ドル台だったんだって言ってるんですよね。だ、本当ね、ピンポイントはここのところですよ。で、だから今回も、もしね、80ドル台になったら、もう躊躇なく買い増していくよと。そうやってね、メールに書いてたんですよね。で、水曜日ドーン落ちて、もう一段落ちたらね、80ドル台行ってたんですけども、まあ木曜日上がったと。で、このタイミングで、木曜日にニューコアの CEO を呼んでマットマネーでインタビューしてるんですよ。だからそれやりたいと思うんですけども、ジム・クレイマーね、今ね、ほんと、いろいろ下落してる株あるよなと。マーケットがね、下降基調になったから、ここ何週間か。だね、いろんないい株がどん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 落ちてると。そういう株どうすればいいのかっていうね、問題があって、で、ニューコアがその一連なんだと、どん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 ね、落ちてきて、あれ、これいいんじゃなかったの？どうなの？どうなの？と、僕ね、前動画にしたと思いますけども、ニューコアの CEO のインタビューとかやって、これいいんじゃないのってずっと言ってましたよね。だけど、すっごい下がってきてる。で、今ね、そういう株すごい多いと思うんですよ。で、今買うべきなのか、もっと下落待つべきなのか、それもケースバイケースだと思いますけども、ジム・クレイマー。そういう株ね、いろいろあるよなと、ニューコアを一例として見てみようと。で、ジム・クレイマーね、ニューコアは自分のファンドのキー銘柄で、で、ニューコアはアメリカで、いや、世界でベストのスティールメーカーなんだと。でね、ここまでね、大きくね、下がってきたとはいえ、今年からっていう意味で言えば株価の 86% も上がってるんだと。まあ、8月の高値からは30ドル下がってて、23% も下がってるんだけども、今年で言えばまだ 86% 上がったところにいる。でね、今の株価、今年の利益見積もりのたった 4.5 倍の株価なんだって言ってるんですよね。こんなに安いの奇妙だと。で、やっぱね、ウォール街何を心配してるかっていうと、ニューコアの顧客の企業のサプライチェーン問題があって、要はニューコアがスティール売ってる、その企業がダメなんじゃないかってことと、あとはやっぱりね、巨大な不動産問題が多発してる中国の経済、これがね、冷えてることだって言ってるんですよね。で、こういうのも良くないから、だからウォール街心配してるんだと。だからジム・クレイマーね、自分たち、ニューコアがめちゃくちゃよくやってること知ってるだろうって言ってるんですよ。多くの投資家はね、まあ、ここら辺でもう伸びしろいっぱいいっぱいかなと、ここからあんま伸びないかなと思ってるかもしれないけども。だから例えば3週間前、どういう発表したか覚えてるかって言ってるんですよね。3ビリオンダラ、30億ドルをかけて、新しいね、電炉と白板工場を作ると、すごい巨額な先行投資でどんどん工場を建てるよって言ったんですよ。で、今候補地をね、探してるところで、一応オハイオかペンシルバニアかウェストバージニア、この3州あたりを候補にしてるってね、そういうことを発表したんですよね。で、ジム・クレイマー、もしニューコアが将来の成長見通しに自信持ってなかったら、こんな巨額な先行投資するはずないじゃないかって言ってるんですよね。で、自分はニューコアは自分のビジネスはウォール街よりよく分かってると思う。だからここまでね、株価下がってきたのは間違いだと思う。だからこれ以上のことは自分からじゃなくて CEO のレオン・トパリアン、マッドマネー来てくれてるから彼に聞いてみようじゃないかと。ようこそマッドマネーレオンって言ってるんですよね。で、レオン・トパリアンさん、ドーンですよ。また呼んでくれてありがとう、ジムって言ってるんですよね。いいですよね。卵みたいだね、この人。で、ジム・クレイマーね、まず聞きたいんだけども、昨日アナリストからダウングレード受けたよなって聞いてるんですよね。あのゴールドマンとかのやつですよ。で、ジム・クレイマーね、自分が思うにでも、スティールっていうのは大きなスティールサイクルっていうのがあって、で、そのサイクル、めちゃくちゃ長く続くかもしれないんだと。アナリストはそこら辺のことよく分かってないんじゃないかと思うんだけども、ニューコアの歴史を見るとアナリストが見通すよりももっと長いサイクルがあると思うんだけども、どう思うって聞いてるんですよね。で、レオンさんね、もうその通りだとジム、過去25年間を見てね、そういうね、サイクルっていう意味で言えば、普通は今の状況っていうのはまだこれから1年、2年、いや3年はサイクルが続くはず、ポジティブな流れが続くはずなんだって言ってるんですよね。だけどって言ってて、レオンさん、自分がエキサイトしているのはマーケットサイクルのことだけではありませんと。自分たちの
ベストの時代がサイクルを超えて今確実に目の前に来ているということなんだって言ってるんですよ。でジムよと、あなたがさっきおっしゃった30億ドルの先行投資の件もそうなんだけども、レオンさんね、自分たちはさらに最近アイコニックな実質ゼロカーボン鋼材ブランドのエコニックっていうのを立ち上げると発表したんですと。でそうなんですよね、今週ねニューコはエコニックっていうネットゼロカーボンスティール、要は実質二酸化炭素排出量ゼロのスティール、これに特化するブランドはこのエコニックなんですけども、このエコニックを立ち上げるとずっと発表したんだと。で、ね、レオンさんね、こう実質二酸化炭素排出ゼロっていうのはどういうことかっていうと、再生可能エネルギーでスクラップからスティールを作ると。だけどどうしたってね、二酸化炭素はまだ出るんだけども、それをね排出権も購入して実質ゼロにすると、そういうスティール作りをやるんだって言ってるんですよね。でこのレオンさんね、自分たちの明るい見通し、株主との良好な関係、これね自分は自信を持ってますって言ってるんですよ。未来はどこにあるかっていうと、グリーンかつデジタルな経済に貢献するスティール産業、未来はそれにあって、でニューコアっていうのはね、地球上で最もクリーンなスティールメーカーだから、我々以外に誰がね先頭を切って例えばゼロカーボンのスティールとかそこの分野を切り開くことができようかって言ってるんですよ。でジムクレマね、そのね実質ゼロカーボンスティールのことなんだけども、素晴らしいよなと。ただね、アナリスト的にはほらまたニューコアがやりやがったみたいなこと言ってるやついるんだと。それ金になんの、金になんないんじゃないのと、変なことしてまたね自分の首絞めてんじゃないのニューコアと、スティールサイクルせっかくうまいこと言ってるのにね、そんなことして終わらせにかかってんじゃないかと、そういう指摘があるんだけどどう思うってねジムクレマ聞いてるんですよね。であとね、アナリストの中にはこれ、ね、価格的に大丈夫なんです、本当に採算取れんのかと、いぶかしがる声もあるんだけど、そこのところどう思うって聞いてるんですよね。でレオンさんね、これ答えてるんですけども、自分たちの事業で最もリターン生んでるのはオーガニックグロースを生むプロジェクトのところで、でね自分たちが先行投資とかゼロカーボンスティールとかそれでエキサイトしてるのは何もただねキャパが大きくなるからと、そういう理由だけではないんだと、よりねいい製品をより様々な形で顧客に届ける能力がつくからなんだと。で新しいプロジェクト、今までのものにめちゃくちゃ価値を上乗せするのですって言ってるんですよね。でそういうことが自分たちの、ね、ニューコアっていう会社が他のスティール会社と比べても際立つディファレンシエーターになってるんだと、世界で最もクリーンなスティールメーカーとしてより独自性が確立されるんだって言ってるんですよ。でジムグレイマーね、じゃあねクリーンについて語ろうじゃないかと、もう多くの会社が言ってるのはステークホルダーっていうのは自分たちの顧客というよりはもうステークホルダーは地球なんだと、アースなんだと。いいですよね、ケースケホンダみたいですよね、住所はアースみたいなね。でジムグレイマー、あなたの会社ニューコアは最もスクラップ廃材を再利用してて最もエコロジカルな会社として知られてるよなと、その分野で世界でリーダーだよなと。でレオンさんね、そこに疑問の余地はありませんと、自分たちの二酸化炭素の排出他の会社のねグローバルアベレージと比べて5分の1なんだと、そして自分たちはさらにね2030年までにさらに二酸化炭素排出を 35% 削減すると、そういうコミットメントを負ってるんだって言ってるんですよね。でそういう意味でも今週発表できた実質ゼロカーボンスティール、これね重要なんだって言ってるんですよ。でね最初の大口顧客として来年1月には GM にまずね供給するんだと。でレオンさんね、これどんどん行くよって言ってるんですよ。でね GM 向けのスティールなんだけども、来年の2022年末までにはもう GM 向けのスティールは全部これ実質ゼロカーボンスティールになるんだと、もう全部なるんだと。でねこれの何がいいのかレオンさんに強調してるんですけども、まあ、自分たちはね環境に貢献したいから自分たちはこうやってるんだけども、これは自分たちだけの問題じゃないんだって言ってるんですよね。 GMO だけども他のねいろんな顧客の人も彼らは彼らで二酸化炭素排出を削減するっていうねゴールがあるんだと。でこれがいろんなところのアピールになってるから重要なゴールなんだって言ってるんですよね。でニューコアの実質ゼロカーボンスティールっていうのはそういう顧客のそこの目標に貢献するんだって言ってるんですよね。顧客の二酸化炭素排出削減目標に貢献する、ここがすごくでかい売りなんだって言ってるんですよ。でジムクレーマーね、そうだよなって言ってるんですよね。で昨日水曜日に GM の CEO メアリーバーラと喋ったんだけどってジムクレーマー言ってて、彼女もやっぱりねいかにね温室効果ガス削減を目指してるか、そこをいかに重要視してるかっていうのを言ってたんだと。だから2030年までね全部 EV 化するとかも言ってるわけですよね GM。 でニューコアっていうのは確かにそのような顧客のゴールに大きく貢献することになるんだよなって言ってるんですよね。でその通りなんだと。レオンさんね、とても自分はエキサイトしています。でね、車業界だけではありませんって言ってるんですよね。多くの顧客から実質ゼロカーボンスティールの問い合わせ、
今現在ねめちゃくちゃ受けてるんだと。でこれはニューコアを特徴づける製品で、ニューコアの価値が顧客を通して上がって、でそれが株主に還元できるはずですって言ってるんですよね。でジムクレイマーね、自分のファンドはあなたの株持ってて、ニューコアの株持ってて、で自分がね自分のメンバーの人に言ってるのは利益の 4.5 倍という安値、これ安いよって自分は言ってるわけだけども、だけどね売上とか利益が伸びなかったら結局どうにもならないじゃないかと。でアナリスト、そこ心配してる人もいるんだけども、あなたはね今後の成長に自信あるのかとジムクレイマーズバーッとレオンさんに聞いてるんですよ。でレオンさんね、疑いようもありませんジムって言ってるんですよね。 Without a doubt ジムですよ。もうねズバー言ってるんですよ。前の決算発表でも言ったんだけども、今度の決算の数字記録的になるよとズバーって言ったんですよね。でレオンさん、自分たちの未来は信じられないぐらい明るいと。レオンさんね、今度の決算発表数週間後だけどって言ってて、そうなんですよね、ニューコアの決算発表10月21日なんですよ。だからもうちょっとなんでね、僕も楽しみにしてるんですけども、ニューコアの未来明るい、記録的な数字出すよとズバーって言ってるんですよね、レオンさんね。でレオンさんね、さらに言ってるのは、だからこそこの好調な今だからこそ戦略的な長期的視野に立った先行投資ができるんだと。でそれをやるのが大事なんだと。で繰り返すけども、ニューコアのベストな時代が今目の前に来てる、本当にエキサイトしてるんだって言ってるんですよね。でジムグレイもねさらに聞いてるのが、どんどん投資やってる中国のスティールメーカーとかあるけども、それに比べてニューコアはどうなのかと、この先も大丈夫なのかって聞いてるんですけども、レオンさん繰り返すけども、自分たちの技術では二酸化炭素は他の会社の5分の1しか出さない、普通の会社の5倍の技術力があるんだって言ってるんですよね。でこの技術力、中国の会社よりもずっとずっと先に行ってるんだと、1光年先に行ってるんだって言ってるんですよ。比べるべきもない、自分たちは彼らのずっと先を走ってるんだと。でジムグレイマーね、いやーそれ聞けてよかったよと、今ね本当に多くのお金が ESG ファンドに流れてるよなって言ってるんですよ。でレオンさんね、その通りだと。でさっきも言ったけども、多くの会社がねやっぱね環境に優しい取り組みを競ってやっていて、で自分たち自身がね ESG に取り組んでるだけじゃなくて、ニューコアはね自分たちの製品を通してその他の多くの会社に貢献できる、だからニューコアはとてもいいポジションにいるんだって言ってるんですよね。で新しく建設する新工場、そういう私たちのビジネスを加速させるんだと。自分たちの業界にはファンダメンタルなシフトが起こっている、供給サイドは2から3年前とは状況が全然違う、そしてニューコアはその変化に先んじてビジネスをしてるんだって言ってるんですよ。で同時にアメリカの産業界どんどん良くなってきてるから、5年前と比べてもそれは明らかだから、道は明るいよって言ってるんですよね。でジムグレイマーね、なるほどどうもありがとうと、これが自分が聞きたかったことなんだと。ダウングレードを受けて株価ドーン下がって、自分はねメーリングリストでいや大丈夫なはずだって言ったけども、今回ねインタビューに来てもらってさらに話聞けて確信がね強まったよなとジムグレイマー言ってるんですよね。だから自分のファンドニューコア持ってるんだと、この株こそ持つべき株だと、落ちてきてる今いい買いの好機だと、レオン来てくれてどうもありがとうって締めてるんですよ。でレオンさんね、ありがとうジムって言って終わってるんですよね。でジムグレイマーね、みんなね入稿がどれくらいスペシャルかまた一つ分かっただろうって言ってるんですよ。買いの好機だよって言ってるんですよね。でまあ確かにね、一時期よりは株価落ちてきてますから、でこの先ねいずれはねインフラ投資法案これ通ったよっていうニュースもあるでしょうしね、僕思ってるんですけどもね、ちょっと買いまそうかなって今考えてるとこなんですけども、いやニューコアの CEO のインタビュー良かったですね。でやっぱりねいいですよね、この CNBC インベスティングクラブマットマネーと合わせてね、よりジムクレイマーの心がわかる、いやこれ素晴らしいですよ。でねこの10月7日木曜日の CNBC インベスティングクラブ、ここに書いてたことね1個ね抜粋して終わりたいと思うんですけども、まあ、さっきのニューコアもそうですけども、ここのところね下落が目立つ、もうちょっと買えんじゃないっていうね企業増えてきてますよね、マーケット下落してくれたから。ジムグレイマーそのうちの一つについて語ってるんですよ。アメリカンイーグルアウトフィッター、これもねすごい期待の企業だったけども、どんどん下がってきてて、でジムグレイマーねこれもしレギュレーションがなければ今買ってるよって木曜日のメーリングリストで言ってたんですよね。レギュレーションっていうのはね、ジムクレイマーね番組とかで言及すると、メーリングリストは別ですけども、番組とかで公にねこの株あの株ってそう言及した銘柄に関しては丸3日間ジムクレイマーのファンド買ったらいけないっていうレギュレーションがあるんですよ。でこの AEO ね最近言及したから買えないんだけども、でもレギュレーションがなかったら絶対ね今買ってると、そうやってメーリングリストに書いてたんですよね。でアメリカンイーグルアウトフィッターズ、これなんで下がってるかっていうと、やっぱサプライチェーン問題とかあって、あとねコービットでベトナムの工場がね閉まったりしてて、もうその影響とかやばいんじゃないかってことになってるわけですよ。だからジムクレイマーね、まあ、時に出てきますけども、 JP モルガンのアナリストのマットボス、リテールの専門家ですけども、
マットボスもこの木曜日の午後、目標価格は42ドルに据え置くと。全然上のところですよ。全然いけるよとマットボスも言ってるんだと。でね、JP モルガンのそのノートによると、アメリカンイーグルの 25% から 30% の製品、これはベトナムにアウトソースされてて、そこのところ心配だよなと。だけど多分このホリデー商戦考えても、多分5から10% ぐらいしか影響受けないんじゃないかと、そうマットボスは言ってるんですよね。でね、まあね、原材料価格とか上がってて、コットンの価格とかも上がってて、そういうのはね、アパレル業界に打撃なんだけども。でもね、このアメリカンイーグルに対する影響としては、思ってたよりはひどくないんじゃないかと。だからね、もしレギュレーションがなかったら、今買ってるよと。そう書いてるんですよね。いや、なんかね、面白いところですよね、確かにね。ということで、この CNBC インベスティングクラブ、ジムクレーマー、実際ね、何買ったっていうのもね、全部届くんで、すごい僕ね、楽しみに読んでますし、またね、ちょくちょくね、ご紹介できたらと思ってます。はい、ということで、視聴者からの生電話を受け付けて、銘柄を解説するライトニングラウンドなんですけども、いくつか見ていきたいと思います。まず、マイ MD ファーマスーティカルズはということで、これね、自己免疫疾患とか老化治療に向けてやってる治療薬の会社ですけども、ジム・グレーマン、めちゃめちゃスペキュラティブだよって言ってるんですよね。この株ね、買うんだったら、ほんと、よっぽどのガッツがないといけないよって言ってるんですよ。ほんとね、パワフル魂ですよね。酸いも甘いも、ドゥーザド根性ですよ。汗かいて、ベソかいてでも買いたければ買ったらいいんじゃないかと。ジム・グレーマン、自分の銘柄ではないと言ってるんですよね。自分はおすすめしないと。はい、次。コーテキシムはあかんでということで、これ全然ね、株価上がってますけどね、ジムクレーマーダメだよって言ってるんですよね。これもバイオテックの企業ですよ。アルツハイマー病とかの治療薬やってる。ジムクレーマーね、アルツハイマー病の業界混雑してきてるからなと。状況がひどくなる可能性があるから。自分はね、ここにはタッチしないよって言ってるんですよね。はい、次。ハイドロファームホールディングスはということで、これね、農業機器の会社なんですよ。自分のね、e コマースサイトがあって、水耕栽培用のいろんな機器、ライトとかね、空調管理ソリューションとか、そういうの売ってる会社なんですけども、まあ、株価ね、全然下がらないですよね。どう下がってて。で、このね、質問者の人、今持ってるんだけどって言ってて、ジムクレーマー、持ってるんだったらね、もうだいぶ下がったから、これはね、ホールドしてほしいよって言ってるんですよね。もう株価めちゃくちゃ下がってるから、今。で、ジムクレーマー、自分は水耕栽培製品のビリーバーだと。だから今ね、どういうことになってるかっていうと、例えば普通の園芸用品メーカーのね、スコットミラクルグローとかも、どん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 落ちてるし、で、あとね、水耕栽培といえば、大麻栽培に使われるから、大麻でちょっと結びついてるんですけども、ジムクレーマー、大麻もどん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 落ちてるんだと。これね、大麻の ETF ですけども、どん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 落ちてるんですよね。で、ジムクレーマー、だけどこのハイドロファーム、大麻以上のものがあると思うし、ここまで落ちてるからホールドしてほしいと、OK だと思うよって言ってるんですよね。はい、次。エーゼックカンパニーはということで、いや、これね、前動画ありましたよね。建築製品メーカーですよ。建材のね、メーカーですよ。で、僕ね、一時期持ってて、もう売っちゃって長く見てなかったんですけども。あ、結構ね、下がってきてるんですよね、今ね。で、ハウジング関係ね、今全部下がってきてますから。で、ジムクレーマーね、今ね、みんなね、家はどうせあんま建たないんでしょと。原材料コストが高騰してたり足りなかったりして、しかもね、ローン金利こっから上がるんでしょと思ってるから。やっぱハウジング関連の株、すごい冴えないんだけども。ジムクレーマー、だけどエーゼックの製品、素晴らしいよって言ってるんですよね。で、先日ね、ジムクレーマー、自分のビーチハウスのデッキをね、エーゼックの製品使って変えたんだと。いいよって言ってるんですよ。製品いいよと。だから自分はね、この会社の大きなビリーバーだって言ってるんですよね。もう37ドルっていうレベルだったら、これね、素晴らしい会社だって言ってるんですよ。はい、で、最後なんですけども、ソーファイは買うべきだということで、いやー、これね、僕持ってるんですけどもね、知識良かったんですけどね、全然またね、落ちてきてるんですよね。で、ジムクレーマー、この株傷んでるよなと。だけど、カムバックするよって言ってるんですよ。CEO のアンソニーノと。信頼してるよと。これソーファイね、フィンテックの会社ですよね。もともとはね、学生ローン云々で始まったんですけども、今はもうオンラインバンキングやったり、クレジットカード、デビットカードやったり、学生ローンとか住宅ローンやったりしてるんですけども、ジムクレーマー、ソーファイは買うべきだと、そう言ってるんですよね。ということで今回は以上です。今日も聞いていただきましてどうもありがとうございました。これからもジムクレーマーフォローしていきますので、まだの方はぜひチャンネル登録どうぞよろしくお願いします。よろしければメンバー登録もどうぞよろしくお願いします。今回のメンバー限定動画、これですよ。フィボナッチが示す株価の転換点っていうのと、あとジムクレーマーが実際に買った2銘柄。で、あとは毎日マットマネーのアップデートが届きますんで、ぜひメンバー登録もどうぞよろしくお願いします。最後におまけの英語コーナーです。はい、今回なんですけども、ニューコアの下りで、いや、自分たちはニューコアがね、すごくよくやってることを知ってると。だけど、多くの投資家が、まあ今よくやってる方だけど、伸びしろないんじゃないか的に思ってる。そう言ってるのがこれです。
We know Nucor's been doing very well, but a lot of investors think this is as good as it gets. はい、そうですよね。We know Nucor's been doing very well, but a lot of investors think this is as good as it gets. 長男次男どうぞ。We know Nucor's been doing very well, but a lot of investors think this is as good as it gets. 最近起こったことは？起こったこと、算数のテスト。We know Nucor's been doing very well, but a lot of investors think this is as good as it gets. 最近起こったことは？どっちの？ We know Nucor's been doing very well, but a lot of investors think this is as good as it gets. はい、言ってますよね。で、今回これなんですよね。As good as it gets ですよ。ま、得られるものとしてはいいと。下手したら最善だっていう意味なんですよね。で、これね、二つの意味になるんですよ。要は、これ以上はない最善っていう意味になるから、最高に素晴らしいっていう意味になるんですよね、まずね。例えば、This is as good as it gets. I've never seen such a beautiful sea. 最高だなと、これほど美しい海は見たことがない。もう、得られる中で最善、最高っていう意味と、得られる中で最善っていうのは、もうこれ以上高望みできないなっていう意味があるんですよね。だから、同じ文なんですけども、文脈によっては否定的な意味使われるんですよ。これ以上はないと。まあ、こんなところかっていう感じで。これ以上良くならない。これが限界かっていう感じなんですよね。This is as good as it gets. これが俺の実力なんだと。まあ、こんなもんかってことですよ。だから例えばね、This is as good as it gets. 僕はね、ここアメリカでね、お寿司食べに行ったら、まあ、高級店だったら別ですけども、普通にお寿司食べたら、まあ、こんな感じですよ。で、こんな感じで This is as good as it gets って言うと、まあ、ちょっと否定的な意味になりますよね。いや、美味しいけども、やっぱ日本の寿司と比べるとな、まあでもね、ここアメリカだから、まあこんな感じかと、これ以上は高望みできないなと、得られる中でこれがいいかと、まあこんな感じかってね、ちょっとネガティブな感じが入ったりするんですけども、でもね、日本で美味しいお寿司食べると、もうこれが最高っていうね、だから文脈によって2つの意味に分かれると。で、今回ジム・クレーマーね、自分たちはニューコアがずっとここまでね、めちゃくちゃよくやってきてる、そういうこと知ってると。だけど、多くの投資家はどう思ってるかっていうと、これがまあ、まあよくやってる最善のところかなと、これ以上はないかなと、そう思ってるんだと、今回ね、否定的な意味を使ってるんですよね。ということで、今回は以上です。今日も最後まで聞いていただきまして、本当にどうもありがとうございました。We know Nucor's been doing very well, but a lot of investors think this is as good as it gets. We know Nucor's been doing very well, but a lot of investors think this is as good as it gets. 最近起こったことは起こったこと、算数のテスト。算数のテストが何？良くなかった。良くなかった？うん。どう良くなかったの？あ、何？自分に起こったってこと？そう、自分に起こった。へえ。どれぐらい良くなかったの？言いたくないぐらい。へえ、本当に？うん。落ちないんだろうね、下のクラスに。いや、落ちない落ちない。それは大丈夫だと。本当に？うん。どうやったら落ちんの？今最初2個ぐらい飛び級してるでしょ？うん、でもできなかったら落とされるわけでしょ。そうだよ。どうやって落ちるの？何パーセントとかあんの？全部で 80% 以上だと落ちると思う。 80% 以上だと落ちるって何？ 80% 以下。 80% 以下だと落ちるの？うん。それ何？1回でも 80% 以下だと落ちるの？いや違う全部合わせて、まあ、アベレージで、ある期間のアベレージで、うん、俺 80% 以下はさすがにないと思うな。あ、そう、うん、え、でも今回は何そのチーム、何その沈黙。なんでそんな今回悪かったのじゃ。なんだろうな。なんだろうなじゃない。時間、そんな考えることじゃない。なんでかあるでしょ。何、勉強してなかったの？勉強してたけど、うん、なんて言うんだろうな、時間の使い方。時間の、そんなキワキワなテストじゃないでしょ。キワキワよ。キワキワなの？テストあって、うん、まあ、この10番があるんだけど、うんうんうん、その10番がめちゃくちゃ難しくて、はいはいはい、でそれずっと考えてたら他のやる時間がなかった。あ、そう、そんなキワキワなの、うん、まあ、何にせよじゃあもうちょっと勉強したら。いやだけど10番無理だよだって10番がお父さんなんか知らないけど10番難しかったの？うん、難しかった。できるかできるんでしょ。でもいや、一人もなってる子いなかったの。あ、ほんと？みんなで。あ、ほんと？We know Nucor's been doing very well, but a lot of investors think this is as good as it gets. 最近起こったことは？どっちの？アングリーになったこと。ない。
ない、うん、全然怒んない、うん、あ、そう、うん、本当、うん、しょっちゅうなんか長男くんといやいややってるじゃん。でも怒ってないの、あれ、うん、全然怒ってないの、うん、じゃあもう毎日ハッピーなの、うん、本当に、うん、毎日問題なし、うん、じゃあ楽しかったことは、うーん、今日練習あった。練習、うん、サッカーの練習、うん、あ、それが楽しかったこと、うん、バイバイ。 And that, ladies and gentlemen, is the conclusion of the lightning round.